やっぱり伝えられなかった。うん、今のシオンにとっては辛すぎる真実。知らないまま通り過ぎることができるのならどんなに楽なことか。真実を知ることが幸せになるとは限らない。知らないで済めばその方が幸せかもしれない。でも時として真実の方から近づいてくることもある。シオンがここにいることがそれを告げているような気がする。シオンは知らなければいけないんだ。そうかもしれない。でもこのままだとシオンの体も心もいずれ。それが必然だとしたら、僕がこの世界に存在することも君が存在することも全てがある一点へと流れゆく、この世界の必然なのかもしれない。そこにあるべくしてあるもの、それが僕らの存在意義だとしたら。私は未来の姿が一つだなんて思ってはいない。人の思い一つで世界の色は変わる。そう人々に教えたのは他の誰でもない。僕にできることは限られている。この力をどう使えばいいのかさえ未だわからないんだ。僕は何のために存在を許されているのか。ケイオス、混沌から生まれる秩序の存在を僕は信じたい。そのために僕は彼女たちと共に。